チュー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 ,チューみんなのお薬。星野ソーダでございます。ジキジキジーねえねえちょっと見て見てこのジャケットかっこよくね。ソータの洋服ランキング1位でございます。このジャケット超気に入りです。これね。 アシンメトリーにもなってるしでしかもこうほらファーついてるでしょファーついてるし中ヒョウ柄もう全部ソウタのドツボソウタのファーソウタ大好きだしヒョウ柄も好きだしって方ねこれかなりお気に入りなんですよはいまあ今日のえー、コーディネートのことはこれぐらいにしといて、えー、皆様にちょっとね聞きたいことがあるんですよねうん それ何かっていうと、皆様、皆様は外国語を学びたいですかもしくは、現在、えー、外国語を勉強してたりしますかまあ、そうたはですね、かくいう私はですね、以前、ちょっと前まではね、英語を話したいなと思って、うん。だけど、 ちょっとね、考えが変わって、まあ、別に、英語、マスターしなくても、いいかなって思ったんですよね。うん。ちゃんとした理由があるんだよ。ちゃんとした理由があって。うん。まあ確かに、英語って話せるようになったらメリットすごいいっぱいあるよね。だって、まあ世界共通語とも言われてるじゃん。だから、ね、英語を話せるようになったら、まあ、ほら、 全てではないけど全ての国の人ではないけれどもほとんどの国の方とこうコミュニケーションを取ったりできたりするのってすごいいいよねうんだけどさまあ科学の進歩ってすごいじゃない、うん、だからそのうち英語が話せなくてもえー、外国の方と、まあ、コミュニケーション取れるようになると思うんですよねうん例えば えー、スマートフォンとかの設定とかでまあスマートフォンがこれ以上進化したらさなんかなんつうの例えば日本語で喋っても、えー、設定をこうなんつうのいろいろこうしてさいじくってさ、えーあのー、日本語で喋っても向こうに英語でこう翻訳されて、えー、伝わるみたいな。 で例えば英語しか喋れない人が演説っていじくって英語で喋っても翻訳されて日本語でこうこっちに聞こえるみたいなでもそういうのって多分できると思うんだよね。うん、でまあ今はそれ無理かもしれないけどねえー、っとでもさほら翻訳機ってあるじゃない。 うん、だから全く英語がしゃべれなくて全く英語が苦手な人でもさ、あのー、文面だったら、うん、チャットとかメールとかだったらさ翻訳機使って、うん、やり取りはできるじゃんだからまあいいかなってでしかもソうの職業はプロミュージシャンでしょで歌じゃないで歌っていうのはね音楽っていうのはね言語の壁を超えるんですよ <laughs> だからまあね日本語でもとても素敵な曲を、えー、作れればまあ言語がね、あのー、違っててもそれはねもう売れるんですよ、うん、認められるんですよだってあのー、外国のすごい有名な曲だったりとかってさ 英語しゃべれない人英語わからない人でも感動したり泣いたりできるじゃない。うん、で例えば、えー、日本語の歌でヒットしたと言ったら一番有名なのは坂本九さんの曲、うん「上を向いて歩こう」だったっけな。うん、がもう向こうでは今でも、えー、ラジオでレイディオでかかるぐらいすごいんですよ。うんだから 音楽とか歌に関してはこう言語の壁を超えるからまあ俺はいいかなって <laughs> 思っておりますはいそしてですね、えー、なんで日本語だけでいいかなって思ったのはある、えー、雑誌を見てからなんですようんでその雑誌ね病院の待ち時間にこう暇だからねこう 読んででたらですね面白いあのコラムっていうか記事があって、あのー、世界の、えー、外国語学びたいランキングみたいのがあったんですよ。うん、でいろんな国の方に調査を取って、あのー「どこの国の言葉をあなたは学びたいですか?」。自国国以外他国の えー、言葉言語どこの国の言葉を学びたいですかっていうランキングを取ったらえっ、ー、とね意外ななことに日本語はかなり上位でした、うん、まあ英語も当然なんだけどね英語はでもあの喋、ー、れる、えー、外国の方はほとんど喋れる方が多いから、えー、日本語の方がランキング上でした。うん 日本語はかなりねみんな学びたいと思ってるんですよ。つまりですね日本語を喋れる外国人の方を探した方が、えー、楽なんですよね。こっちが、 え向こうの言葉を勉強して学んで何年かけてえ喋れるようになるよりも向こうの方の日本語を喋れる方を探す方が早いんだよね。うん。楽勝なんだよね、そっちのがね。うん。で、しかも向こうの方って、えー、日本語を喋れる人っていうのはかなり優秀なんだよ。日本語って難しいって。 て言われてるんですよね確かにひらがなもカタカナもある漢字もある。でしかも、あのー、文章となるとまあ例えば上司に、えー、書く場合とかあのー、お見舞いの時の会員祝いの えー、時のお手紙だったり、えー、合格祝いのお手紙だったり出産祝いのお手紙だったりってその時によって全部書き方みたいなのっていうのは違ったりするじゃない。だからすごい難しい言語なんだけれども日本語はかなり上位。でしかもその上位の、えー、しかも難易度が高い日本語を喋れる方を。 見つけられたらすごい優秀な方ってことなんですね。だから付き合うメリットもあるんですよね。うん。で、あの実際さ、えー、中国の方、えー、韓国の方、えー、日本語喋れる方って結構多いじゃん。うん。例えば韓流スターとかってあの日本に来るでしょ。そうするとさ、ほとんどの方がもう結構流暢に。 こう日本語を話してたりするじゃない。で中国語あ中国の方、うん、中国語を話す中国人の方も、えー、日本語を話せる方って結構多いみたいなんですよ。うん、だからまあ壮タは別に。 中国語、中国人の方は別に俺ディスってるわけじゃないし、中国の方が嫌いなわけじゃないよ。うん。だから、中国人の方とも、えー、いい人がいたらお友達になりたいし、交流を持ちたいと思ってますだか。だけど、自分から中国語を勉強したいとは別に思わない。<laughs> うん。そう、中国人の方と、えー、お友達になりたいんだったら、日本語を、 喋れる中国人の方を見つけた方がもうう楽なんんですよね、うん、まあだから日本語だけあのちゃんと喋れればうんちゃんとなんていうのかな TPO とかをわきまえてこう敬語とかもちゃんと話せるようになれたら別に他の。 国の言語はいいかなと思ってるんですよね。うん。でもだからってあのあれだよ。あの勉強学校の勉強全くしなくなっちゃうのはダメだよ。<laughs> 学校の勉強大事だからキッズたちはあの学校の授業じゃ別に英語なんて学ばなくていいぜっつってやっちゃだめだからね。うん。そこだけは気をつけてくださいませ。 ということで、えー、そうたの、えー、外国語に関することでございましたもし何かこう反論だったりとかいや違うぜみたいなのがあったら、うん、僕にどん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 、うん、コメント全然入れてくださいメッセージもくださいうん。ということで一緒に転がってださい。